テミスの休憩は、ダイモン・の推理小説。2014年8月25日に、中央公論新社から単行本が発刊された。ジップの殺害事件が、冤罪疑惑,惑に巻き込まれてしまった真相に、主人公が立ち向かってゆく、リーガルサスペンス小説。2015年に、ワウワウの連続ドラマ W で、中里衣社主演で、テレビドラマ化された。は,は、 静岡地方検察庁に勤務する検察事務官。亀山交番に勤務する整理祭の父、平川翔造は3年前に何者かにより、撲殺された。沢上健太郎が容疑者として逮捕され、犯行を自供した。沢昇は有罪判決を受けて投獄されたが、自分は冤罪だと訴えたまま獄中で自殺してしまう。その数日後、検事室に、 生理祭の上司である田島良司が人殺しだという電話がかかってきた。ほどなくして独自の調査で真犯人を突き止めていた沢登りの担当弁護士グログーが遺体で発見される。現場の防犯カメラには血まみれのナイフを握り帰り地を浴びた田島の姿が映っていた。田島は犯人として逮捕される。田島は無罪を主張。しかし、 なぜ血まみれのナイフを持って監視カメラに映っていたのかという問いには目標を続けていた。整理祭は父の殺害事件について再度調べ始めるが、父の捜査ノートと黒グの手帳から牧原智也という人物が浮かび上がる。整理祭は話を聞くために牧原の自宅に会いに行くが、一方的に断られてしまったため、整理祭は連絡先を残して帰った。ある日、 突然、牧原から連絡があり、知っていることをすべて話すと言われ、静岡駅で待ち合わせることになったが、整理祭が待ち合わせ場所に向かうと、そこには、牧原の遺体があった。すべての事件をもう一度、振り返った、整理祭の脳裏に、ある人物が浮かび上がる。整理祭は、真相の解明に動き始めた。2015年5月10日から5月31日まで、わうわう。 連続ドラマ W の日曜オリジナルドラマで放送された。全4回。冤罪の償いをテーマとした、社会派ドラマかつ2つの殺人事件を、大リーガルサスペンス作品。静岡県裾野市では、エキストラ300人を動員した、大規模なアクションシーンが撮影された。2015年12月に DVD 化された。ありがとうございます。